こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけども、なんか俺前からさ、これ言おうか言わないでおこうかずっと迷ってたんですよ。まあなんか、個人的にまあ、すいません、今俺寝起きなんで、あんま頭回ってないです。まあそうなんですけど、まあなんか前から言おうか言わないでおこうか迷ってたんですよ。っていうのもなんか、全く決まってないものをお願いするのもどうなんだろうってちょっと思ってたんですけど、まあイヤのゲーセンいるじゃないですか。なんかあやつがツイッターで、これ欲しいなーって、発売してくんねえかなって言ってたんで、じゃあ俺も行っちゃおうっていう動画でございます。それは何かっていうと、イナスト2020が欲しい！欲しいっていうか、まあ、決まってないんだけどね。決まってないんだけど、イナスト2020、ぜひ発売しましょうっていう、そういう動画でございます。そう。でも別にそういう多分、イナストの最新作とかって多分、全く多分レベル5の中では上がってないと思うし、なんか、そういう企画に対して要望するのもどうかなと思ったんですけど、まあ、発言するのは自由だからさ。ちょっとそういう動画でございます。よろしくお願いします。これどういうことかっていうと、まあ、僕結構 YouTube とかでイナスト2013やらせていただいてるじゃないですか。まあ、イナスト2013が発売されたのって、ちょうどアニメで言うとクロノストーンの途中なんですよ。なので、搭載されてるキャラクターも、クロノストーンまで、で、もちろんだからギャラクシーとかアレスの天秤で、オリオンの刻印のキャラクターは入ってないっていう。まあ、そういう感じなんですよね。だから、マタタギとか、アストとか、ノサカとか使いたくても、まあ、イナスト2013、まあ、収録されてないし。で、あれって Wii のソフトなんで、アップデートでキャラクターを追加するっていう概念もないんですよ。Wii U とか Switch だったら、アップデートとかでキャラクターとか新機能追加とかできるんですけど、Wii はまだそういうの対応してなかったんで、ってところで、そろそろそういうキャラクターも搭載されて、かつ新しい必殺技とかも入った、もう新しいイナストが欲しいなって、ずっと俺は思ってます。もう本当に、キャラクターもう使い切ったもん。で、そのイナスト、まあ、正直システムとか同じでもいいから発売しないかっていう風に思ってるんですけども、まあ、せっかく今これ発売するとしたらスイッチじゃないですか。まあ、スイッチで発売するんだったら、まあ、ちょっとね、オンライン対戦の機能とかも強化して。で、今回スイッチになるとしたら 1080p になるってことで、グラフィックもちょっと上げてと。で、さらにできるのであれば、無印とか、GO で既存のイナストには収録されてないキャラクターも追加するとか。あとは必殺タクティクスが実はイナストってなかったりするので、なんかそれも搭載してみるとか。そういった新しいイナスト、ぜひ、レベル5さん、お願いします。イナストっていう、すごい、優秀なコンテンツ、面白いゲームを2013で止めてるのってすっごい俺もったいないと思うんですよね。まあもったいないって思ってるのはもう俺個人の意見なんですけども。まあただね、正直、まあ今スイッチ、プレ4で、A たちのグレートロード、まあ据え置き版のイナイレが開発が進んでるってところで、まあ今までって携帯版と据え置き版、携帯版のイナイレ、で据え置き版のイナストって感じで積み分けができたと思うんですけども、確かに、今回スイッチで出すと、仮にイナスト出すとするならば、そこの住み分けって、まあ、確かにそこら辺は難しくなるなと思うんですけども、とはいえ、イナイレ本編は RPG、で、イナストはパーティーゲームとしての住み分けは全然できると思うので、で、スイッチもいろんな人持ってるから、なんか、昔イナイレが知ってた人が今、成長して、まあ、俺だってイナイレ知ったのは多分、10歳とか11歳とかで今20歳とかになってるっていう、そういうイナイレの黄金世代って今結構大きくなってさ、そういうパーティーゲームとかだったらなんか集まってワイワイできるみたいな、そういうところもあると思うんですよね。ぜひこれは検討していただきたいなって個人的には思います。もう何でもやる、イナストが発売されるならっていうレベルで僕結構温度感高めに欲しいなと思ってるんで、ぜひ、なんか同じことぜひご検討お願いしますばっか言ってるな。まあよろしくお願いします。やりましょうイナストということで、今回はその、ただただ要望するという動画でした。はい。なんかぜひ皆さんもコメントください。じゃあね。